八軒絵船ネキバ八軒絵船ネキバは、現在の大阪府大阪市中央区天間橋橋橋、北浜東にあった、渓流施設。この項目では、かつて旧淀川砂岩に設けられた船着き場、八軒家浜の歴史及び、その歴史にちなんで2008年に開設された、観光用岸壁の八軒家浜船着き場についても、記述する。上町が一北端の再録。 天馬橋と天神橋の間において、平安時代までに、渡辺津と呼ばれる外交が成立した。大江、高津、久没、老津などとも呼ばれ、摂津国の政治の中心であった渡辺の地は、また、四天王寺、住吉大社、高野山、そして熊野山山への山景道である。熊野街道の起点として、駅路が置かれ、海陸交通の用地として栄えた。 大阪平野の形成に伴って西へ移動した川口と離れて河口に姿を変えたことや、千と等の要因によって、外交としての役割は縮小したが、同地における気候地としての機能は、近世以降も残ることになる。江戸時代には、同地は船宿などが8軒並んでいたことから、八軒毛浜と呼ばれるようになり、京と大阪を結ぶ三十国船と呼ばれる。 箇所線のターミナルとなるなど、淀川周運の要所として栄えた。この頃の八軒家浜の様子は、多くの文芸、美術作品に描かれている。実編者19、東海道中日ざくりげ大発編には、船を降りた矢印と北八が、大阪の八軒家で上陸する場面がある。また、説明書図へ、八軒や、何は百景、八軒や有景が知られる。明治以降に、 終運は衰退。1911年に大阪市で今橋天馬橋筋線が土砂り2に付設されたが、1923年から1944年まで、そぎ筋との交点に、同線単独の八県家停留場が設置されていた。王子の八県家浜のにぎわいを、水と大阪の再生の拠点とするためとして、 大阪市によって、2008年3月29日、中央区天満橋橋橋町に、八犬家浜船き場が開設された。2009年8月1日には観光船案内所、情報発信スペース、レストランからなる、川の駅八犬屋が中央区北浜東に開業した。なお、現在この付近の大川砂岩は、埋め立て造成地及び、小五島だった場所にあたるため、 土砂掘り2の位置にあった王子の八県県浜とは場所が異なる。大阪水上バス、由来観光船、屋形船が発着する。岸壁には3隻の船が同時に着岸できる。大川沿いに天神橋まで続く遊歩道が整備されている。天馬橋駅に隣接、直結している。鉄道バス、ありがとうございます。